マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット中でもおやつは食べたいなって思いませんか？で結局我慢できずについつい食べて、気がついたら一袋食べてたとかね、あるあるですよね。その気持ちよくわかります。私も過去そうでしたから、どうしたらねいいのかなってずっと思ってました。そこでこの動画ではダイエット中でも食べることができるおやつをご紹介していきたいと思います。もしあなたが今ダイエット中で、それでもねおやつ食べたいな、どんなもの食べたらいいのとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、ダイエット中におすすめの痩せるおやつトップ3ということで、ランキング形式でお伝えしていきますね。私はこのおやつシリーズたくさん他にも動画撮っているんですけれども、もう出すたびに皆さんコメントで、待ってました先生って、今度はどんなやつですかって気になりますっていうことでね、早速買いに行ってきますとか、もう嬉しいコメントたくさんいただいてるんですね。なのでやはり皆さんダイエット中でもおやつ食べたいんだな、わかるわかるってね、いつも嬉しくコメントいただいてます。ぜひコメントもどんどんいただけますと励みになりますので、お待ちしております。ということで今回のテーマについてポイントでお伝えしていきますね。話の内容はこちらです。1つ目、なぜダイエットにおすすめのおやつなんでしょうか。2つ目、おすすめのおやつトップ3ということで、実際に私が美味しく食べていってご紹介していきたいと思います。では1つ目の項目です。なぜダイエットにおすすめすることができるのかという、その痩せるポイントがあるんですね。3つです。1つ目、無添加のおやつだから。2つ目、腸内環境を整える材料でできているから。3つ目、タンパク質が取れるから。この3つです。ではここから一つずつ具体的にお話し進めていきます。まずこの無添加であることに対してのこちら回答なんですけれども、とにかくですね、市販のおやつというのはもういっぱい添加物が入ってます。そのようなものを召し上がってしまうと、結局こちらですね、あなたの腸や肝臓にものすごく負担がかかるんですよね。結果食べても食べても消化吸収ができなくなってしまうんです。そうするとなんと栄養不足に、ね、なってしまってるんですよね。食べれば食べるほど栄養が取れなくなっちゃう、その悪循環になるわけです。で結果太ってしまう。なぜかというと、痩せるホルモンを作る材料が吸収できていないからなんです。こういった負のスパラルにね入らないようにするためにも、お口に入れるものはとにかくこの食品添加物が入っていないものを選ぶ必要があるわけです。例えばよくあるのが、まあ、おせんべいとかおつまみ系のあられとか、あとはそうですね、まあ、スナック菓子ですね。ああいったものによく入っているのが化学調味料です。でわざわざ化学調味料って原材料名に書いていないんですね。じゃあ何て書いてあるかというと、調味料カッコアミノ酸と、まあ、イコールグルタミン酸ナトリウムというこの化学調味料が入っているお菓子が非常に多いので、まずはお菓子を買う前は原材料名の裏をチェックしていただいて、この調味料カッコアミノ酸とって書いていないかなっていうのをチェックしてみてくださいね。そしてもう一つ注意していただきたいのが甘味料についてです。まあ、おやつといえばね、甘いものというイメージもあると思うんですけれども、そういった時に例えばダイエット中だからカロリーゼロとか糖質オフとかのチョコレートだと大丈夫だろうと思って食べたりしてませんか？そこが落とし穴なんですね。実は人工甘味料っていうのは糖質ゼロとかノンシュガー、甘いのにノンカロリーなわけですよね。じゃあどういうことが起きるかというと、甘いものを食べているのにもかかわらずカロリーが取れないと脳があれおかしいなって思うわけです。いやこれはまずいと、カロリーが足りないからもっと食べろ食べろってね、あなたに命令し出すんですね。いかがですか？そんなことにね、ご自分がコントロールされていたなんてってショックという方もねいらっしゃるかもしれませんが、これ事実ですから、まずはですね、もう甘いものであればもうせめて天然のね、甘みの方がまだいいですよってことですよね。人工的なものはやはりますます甘いものが食べたくなってしまう、やめられない、止まらないにね、もう歯止めがかかりませんから、ぜひこの人工甘味料も入っていないおやつを選びましょう。はい、
そして痩せるポイントの2つ目と3つ目、腸内環境が整う食材を使ったおやつであるということと、そもそもそのおやつを食べることでタンパク質を補える、もうここすごく大事になってくるんですよね。やはり痩せるためには根本的に腸内環境が整っていないと痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが増えないので、逆に太るようなものを食べちゃうと甘いものとか油物とかですね、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えてしまって太っちゃうんですね。ですからお菓子を食べる時も腸内環境をしっかり整えてもらえたらいいと思いませんか。でまたプラス痩せるためには、特に女性はですねタンパク質不足と言われてますから、よくねプロテイン飲んで補う方とかもいらっしゃるみたいですけれども、こういったおやつを食べることでイコールもうタンパク質が取れてしまったらいいと思いませんか。なので今からご紹介するランキングトップ3のおやつたちというのは全部この痩せるポイントをクリアしたおやつですから、安心してダイエット中に適量召し上がっていただきたいなと思います。ではいよいよここから項目の2つ目、ダイエットにおすすめのおやつトップ3ランキング形式でお伝えしていきます。まず第3位のおやつは原材料にこちらが使われています。大豆製品です。大豆製品が使われていることであなたの腸内環境が整いますし、またイソフラボンや食物繊維、高タンパク、大豆オリゴ糖がたっぷり含まれているんですよね。でまたコレステロール値も抑えてくれるというこの大豆が入ったおやつご紹介します。では第3位はこちらです。はい、おばあちゃんの卯の花揚げカリカリかりんとうです。こちら今回ご紹介するおやつはすべて私が大好きなお店のカルディさんで選んできました。でこちらですね、裏の原材料名を見ますと、こちらが、ね、国産小麦を使ってくださってて、ソトと菜種油、おからパウダー、まあ、これ国産のものですね。そして塩もですね、ここ天然塩を使ってくださってるんですよね。で国内産の大豆も使用してくださってて、あとよくこういった膨らますお菓子ってベーキングパウダーとか、まあ、結構ねうんって思うものが入ってるんですが、これはねなんとね重曹を使ってくれてます。でこの重曹もね痩せ効果があるので、私別動画で重曹水っていう動画もアップしてますから、興味ある方は重曹の痩せ効果もチェックしてみてください。でこちらですね、すごくいいことが書いてあるんですよ。現代の子どもたちは柔らかい食品が好きで、噛むことによる顎の成長に影響が出ると言われています。なのでこのカリカリカリンとうをしっかり噛んでね、よくよく噛んでご家族で召し上がってくださいねっていうねメッセージ付けなんですね。あ、これいいなと思って手に取りました。ではちょっと開けてみたいと思います。いかがですか、こういったお菓子召し上がったことありますか。私もこれ似たようなものはね今まで目にしたことはあったんですが、広島県のマルモ株式会社さんが作ってくださってます。でこちらちなみに 100g あたりですね、エネルギーが 518kcal、 タンパク質が 6.2 取れちゃうんですよ。タンパク質大事ですよね。でね、これこんな風にこうギザギザのなみなみの形になってまして、食べやすい一口サイズです。ではいただきます。本当はもっと噛みたいんですけど、お待たせしてはいけないと思って急いで噛みましたが、もうとにかくよく噛んで召し上がってくださいね。すごく歯ごたえがあって結構固めです。そして何といっても優しい味、もうほんのり甘くて、もうほんのりですよ、どしかこう塩気が強くて、強いというのはその甘めに対してですね、塩辛いわけではないです。ほんのり塩甘じょっぱいような、めちゃくちゃ美味しいですね。ただこれね油菓子なので揚げてありますから、まあ、いくらいい油とはいえね食べ過ぎてしまっては NG なので、適量をよく噛んで召し上がってくださいね。では第2位はこちらを使っているおやつです。ピーナッツです。ピーナッツも、まあ、ナッツ系のものになりますから、腸内環境が整いますし、食物繊維も豊富、また脂肪燃焼効果もありますし、コレステロール値を下げてくれたり、ビタミン、ミネラルがいっぱい詰まっている、やっぱナッツ系、種子系っていうのは一粒にギュッとね
栄養が入ってますから、もうとってもねおやつ向きの食材ということになります。ということで選んできたのはですね、こちらです。カラメル黒糖ピーナッツでございます。これも気になってて、もうなんか見ただけで美味しそうじゃないですか。ですから選んでみたんですけれども、こちら 100g あたり 517kcal です。でタンパク質がめちゃくちゃ豊富、 15.4g なんですよね。で原材料名も落花生と砂糖、黒糖、水飴のみということで、ちょっとねやはり甘い味なので食べ過ぎはもちろん NG なんですけれども、やはり嬉しいのは人工甘味料ではないところなんですね。ですからこういった天然の特に黒糖とかね入っているものがやはり甘いお菓子はねベストです。ちょっと開けてみましたので一つ、ね、いただきたいと思います。うわ、もう香りがすでにやばいです。美味しそう。ちょっと大きいのは食べれないので、ちょっとちっちゃいの選ばせてくださいね。ちょっと食べましょう。もうこのねカラメルっていうのも本当カラメルって書いてありますけど、本当ねなんて言うんだろう、キャラメルみたいな、わかります？例えば洋菓子で言うとあのありますよね、この固めたお菓子、あの香りがします。いただきます。本当はもっと大きいんですけれども、いただきます。うん、いい香り。うん、うん、思ったよりもあのカラメルで結構硬いから硬いのかなと思ったんですが、先ほどのカリカリカリンとあのおからのよりも全然柔らかいですね。噛みやすいですし、何よりもピーナッツとこの黒糖カラメルのその甘みがめちゃくちゃ美味しい、あの洋菓子を食べてるような、ね、気分になりますね。すごく美味しいです。ただしこれも甘いおやつなので一粒ぐらいで収めるといいと思います。では堂々の第1位はこちらを使っています。さつまいもです。もうさつまいも私大好き でこれからだんだんね秋冬になりますとお芋出てくるじゃないですか。めちゃくちゃ楽しみにしてます。でさつまいもダイエットっていう方法もあるので、また別動画でアップしてますから、ぜひ活用してください。さつまいもやっぱりね温めてしまうと太るんですよ。なので今からご紹介するおやつもレンチンとかでね温めないで冷めたまんまで召し上がってくださいね。まあ、詳しくはその別動画さつまいもダイエットをご覧ください。でさつまいもってやっぱりすごいですよね。腸内環境がもちろん整う、食物繊維が豊富、あと脂肪を溜め込むのを、ね、防いでくれますし、実は食欲もね抑えてくれる効果もあるんですよね。で血糖値の急上昇、要するにこう太る元ですよね、血糖値がわっと急上昇する間に脂肪がどんどん溜まっていくので、それをこうギュッと抑えてくれる効果があるのがさつまいもになるんです。ということで最後私が選んだやつはこちらです。カルリーさんで選びました干し芋なんですけれども、これここが私ね気になったんですよ。鹿児島の紅はるかを使用した干し芋なんですよね。もう鹿児島といえばもうさつまいもじゃないですか。九州はね、鹿児島はさつまいもですよ。まあ焼酎とかも有名なとこなんですけれども、そのね鹿児島県産の高糖度の紅はるかの蜜侍を使用した干し芋だそうです。上品な甘さとしっとりして柔らかな食感で、ここはねトースターで焼くと美味しくなりますよって書いてあるんですが、おっしゃる通りですよね。わかる、温めたら美味しい。でもさつまいもは先ほどお伝えした通りね、温めて食べると太るんですよ。あの太るのがね成分が増えちゃうんで、ぜひ、まあ、さつまいもとですね、まあ、ふかし芋とか焼き芋とか購入されたら冷ましてから食べてくださいね。ということで私もこの冷めたままの干し芋をいただきたいと思います。うわー柔らかい。ちょっとこれ一つが大きいので、ちょっとすいません撮影上ちっちゃくしましたが、本当はもっと食べたいんですが失礼します。これあの皆さんいかがですか。干し芋って言ったら結構こうグググみたいな、噛みちぎらないとこう切れないような、うわほんと干されたなみたいな芋が多い中で、こちらめちゃくちゃしっとりしてますよ。どちらかというとさつまいものあんこを食べてるようなイメージですね。めちゃくちゃ美味しいです。
でもちろん原材料名はもうさつまいものみなので、今までご紹介したおやつに比べたらめちゃくちゃシンプルですよね。なので私が大事にしているのは、もうとにかくですね、もう食品をそのまんま食べること、加工せずに、それを大事にしています。なので1位はこの干し芋です。でちなみに1袋 80g あたり 222kcal、 これゾロ目で揃ってますね、エンジェルナンバーみたいな感じ でタンパク質も取れちゃいますよ。 1.5g 取れます。でこちらは株式会社モヘジさんが、販売されているものですね。製造はね、やっぱり鹿児島のとこなんですけども、こちらもね、干し芋もやっぱりね、美味しいのでついつい食べ過ぎちゃうんですけれども、カロリーね、高めですから気をつけてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画では痩せるおやつのポイントをお伝えしました。まずは無添加であることと、腸内環境が整って痩せるために必要なタンパク質まで取れちゃうんですよっていうお話でしたね。そしてカルディさんで選んできました3つのおやつ、適量、食べ過ぎは注意なので、気をつけながらでも美味しくね、ダイエット中でも召し上がっていただきたいなと思ってご準備しました。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。